バイロン・イートンはアメリカ合衆国のプロバスケットボール選手である。ポジションはポイントガード。180cm、97kg。BJ リーグ2010から11シーズンに東京アパッチでプレーし、クラッチシューターとして活躍した。テキサス州ダラス出身。2005年、ダラスのリンカーンハイスクールからオクラホマ州立大学に進学。1年目の2005から06シーズンは33試合に出場。1試合平均 23.7 分間で 7.8 得点、3.2 アシスト、2.1 スティールを記録。2年目の2006から07シーズンは35試合に出場し、1試合平均 24.6 分で 7.7 得点、3.6 アシスト、1.5 スティール。3年目の2007から08シーズンは33試合に出場し、1試合平均 29.7 分で 11.5 得点、3.5 アシスト、2.1 スティール。カンファレンスのサードチームに選出された。4年目の2008から09シーズンは35試合に出場し、1試合平均 31.7 分で 14.3 得点、5.7 アシスト、2.2 スティール。2年連続でカンファレンスのサードチームに選出された。大学の4年間は1年生時より主力として試合に出場し、毎年プレータイムとスタッツが向上した。4年間通算で1試合平均 10.4 得点、4アシスト、2スティール。またこの大学時代にディスカバリーチャンネルの番組、スポーツの科学エピソード4、奇跡の一発内のブザービーターを再現する実験に、NCAA で実際にブザービーターを決めていた、イートンが参加している。大学卒業後の2009年11月、NBA デベロップメントリーグのタルサ66ersに加入。2試合に出場した後、12月に退団。2010年8月、日本プロバスケットボールリーグの東京アパッチに入団。背番号は00番。東京でもスターターで活躍し、12月11日の新潟RBレックスBB戦では34得点。5アシスト、4スティールを記録、翌12日も18得点の活躍で連勝に貢献し、BJ リーグローソン週間 MVP を初受賞した。2011年1月19日の高松、ファイブアローズ戦では試合残り時間3秒の時点で69から72でリードされていたが、イートンがブザービーターのスリーポイントを決めて同点に追いつき、オーバータイムで勝利した。2011年2月22日の大阪エベッサ戦では25得点、5アシスト、6スティールを記録。特に試合残り5分の時点で19点差をつけられていた4球後半に17得点4スティールを記録した。試合は残り2秒の時点で82から84で大阪リードという状況から、イートンがハーフコートラインから逆転のブザービーターを決めて85から84。で勝利した。翌23日の試合でも32得点をマークして連勝に貢献し、シーズン2度目の週間 MVP を受賞した。2月は出場7試合で平均 22.3 得点、6.1 リバウンド、3.0 アシスト、2.6 スティールを記録し、BJ リーグローソン2月月間 MVP を受賞。しかしその後、左膝内側側副靭帯損傷の重傷を負い3月の試合を欠場。さらに3月11日に東日本大震災が発生してチームが活動を休止したため、そのまま退団となった。2011年11月、タルサ66ersが D リーグドラフト全体75位で指名したが、負傷のため放棄。そのまま引退となる。ありがとうございます。